です。セカンドバイオリンのところが前が弾けて良かったです。まあちょっと音のバランスがどうかとか、ちょっと音色がどうかっていうのをちょっと、ちょっと後で聞いて、聞き直してみたいと思います。なかなか綺麗にこの雰囲気を出して弾くのが、ちょっとまだ課題です。